ドキドキしてる。してるよ。するよ、そりゃ。どうして？私が女だから。違うよ。えっちゃんは友達だから。友達とこういうことするんだ。昨日のやり直し。待って、別に学校が近いから私の家が好きってのも全然嬉しいから、なかったことにしなくていい。でも今日は昨日と違うやり直しがいい。しずくちゃんがいるから狭くても好き。あったかーいとこもおばさんも好き。しずくちゃんがいるからしずくちゃん家が好き。予約させてよ。それまで彼氏を作らないって。予約？カオルが…から気になってたんだけど、綾乃も結構あるのな。どこ見てるのよ。わっしょーい。また。じゃあお先。もういっぱい。いい加減。私も連れてって。ゆうちゃん何するの？エッチ、ゆうちゃんのエッチ。わざとやったんでしょ。普通胸なんかつかまないよ。エッチじゃないやい。ごめんね。私キスしてきたりするもんね。私の方がエッチだよ。だから許して。ここ何かついてるよ。違う、そこじゃなくて、取ってあげるよ。ユナ。いったん。なんで追いかけてきたりするの？レオが逃げるからよ。もしかして私のこと嫌い？世話焼かれて迷惑だった？違う。逆だもん。前のこと好きなんだもん。好きって？迷惑なんかじゃない。私は前のことが大好きなの。レオが私のことを好き？この鈍感、気づきなさいよね。そんな急にそんなこと言われても。前には迷惑でしょ。だから私のことは放っておいて。前に嫌われてもいいって思い切って言っちゃった。なんかいろいろ教えてあげたって言ってたし。ちょっと待って、いろいろって何？ほら、第二次成長について教えてあげる。アキちゃん。じゃあ私は何を？最近夜中に猫がうるさくて。ああ、発情期だよね。そっか、発情期。猫山さんも発情期。体が熱いて苦しいの。助けて、犬神さん。って、私はなんてことを。本当に、山田。私、山田とちゃんと付き合いたいんだ。ちゃんと。ちゃんと？ちゃんとって。あ、加瀬さん、いい匂い。なんだっけ、ハーブの。あれ、ハーブの。
危ない。何してんだろう私。強すぎて止まんない。ゆうちゃん、ごめんね。